はい、6月スタートした、本日紹介するこちら、ギャラクティックシュレーション3クルセイドバージョン 2.8、オプトインベータになります。おそらくシビライゼーション6ライズ&フォールが2月リリースするので、ギャラクティックシビライゼーション3拡張第3弾の、イントリージ、イントリーグに関しては多分し音でけえなこれ音でけえこれマスターボリューム下げた方が早いわちょっと待って音が思ったより大きすぎだこのゲーム音でかいんだよそもそもよしこれでええわ何の話だったっけ、ギャラクティックシビライゼーション3イントリーグが、本日の未明に、発表されました。拡張第3弾イントリーグが、本日の未明に発表されました。でおそらく出るのがシビライゼーション6ライズ&フォールが2月9日出るので、それが一段落ついた4月あたりリリースを目標にしていると考えられます。具体的には春としか発表されてませんが、春がその4月なのか5月なのか6月なのか7月なのか8月なのか9月なのか10月なのか11月なのか12月なのか来年の1月なのかは分かりません。その辺ほんまもうそろそろちゃんとしてとしか言いようがなくてまあええわ。で今回の目的としてはそのギャラクティックシミュレーション3がどこが100個ダメなのかっていう部分に関して説明しようかなと思ったんですけど、多分聞いてる側が苦痛になると思うんでやめますで、ここ先日いろいろと調査した、お話をやっていきましょう。なんでギャラクティックシビライゼーション3イントリーグにですの、スクリーンショットに、ジョン・シャーファーが作ったイデオロギーっていうボタンがついてるだけでこのゲームクソだっていう風に言ってるかっていう部分に関してはいろいろと説明をしていきます。でこれに関しても2年前からずっとやってるし2年前からずっと治ってないので、今更もうそのネタ聞いたっていう人は、別に今日の配信見なくていいです多分ずっとその話しかしないから、どれだったっけ、あ、違った。まず最初の部分からやっていかなあかんねや。ちょっと待って。よくはなってるんやけど、よくなってるのと同じ以上に、なんかよくなってる部分でも潰しきれない部分、のダメな部分があって、そのダメな部分が2年間経っても治ってなかったら、まあ、そういう設計のゲームなんやろうっていうふうに割り切らざるを得んわけで、何の話だったっけ？ちょっと待って。メインメニューだ。なんでそのジョン・シャーファーがデザインしたイデオロギーっていうシステムがダメなのかって部分に関して説明していきます。今回使う国家はサーランです。ギャラクティックシビライゼーション2トワイライト・オブ・アーナー最弱の国家と言われるサーランを使っていきます。今回は相当マシになったよ。あ、そういや、さっきバージョン 2.8 の見どころから説明しなくちゃいけないな。バージョン 2.8 はバージョン 2.7、バージョン 2.6、バージョン 2.5 と同様に、基本的には AI の強化です。今 AI がすげえ強いです。何度ノーマルでプレイすると、人間と同じぐらいの、強さを誇ります。どう人間と同じぐらい強いのかっていうと、最初の序盤の探査船の運用から始まり、惑星に建てる施設なり、惑星パネルの運用ですね。に始まり、そして中盤以降のユニットの移動法、そして惑星侵略するときに複数の惑星同時に狙うっていう狡猾さ、そして、外交では、技術を専門的に研究して、その専門化した技術を、持ってこちらの技術を全部買い取ろうとする狡猾さを兼ねており、さらに、視界ボーナスもありませんし、リソースボーナスもありませんし、このフォグチートもありません。完全に人間と同じ状態でプレイできて、さらにそれで人間と同じぐらい、ちゃんとゲームが上手い、AI が搭載されています。これだけでも十分、ギャラクティックシミュレーション3がすごい。ここは本当にすごい。なんでかっていうと、このゲームは、ブラッド・ワーデルが、世界一の、4X ゲーム AI デザイナーとして名乗りたいがために自分のポケットマネーを突っ込んで作ってるからです。なのでこのゲームは AI のゲームです。今この表示されてる、まあサーランだったら最初に全国家が表示されてるんだけど、この AI 同士がキャッキャフフはやってるところに人間が混じったっていうノリの作り方をしています。なのでこのゲームは AI のゲームです。
AI の動き方を楽しむゲームであり、4X ゲーマーが、このテック3なり、いろいろ様々な要素を組み合わせて、どうやって敵の国を滅ぼすかっていうゲームではありません。勝ったり負けたりするゲームです。に対して 4X ゲームは見たきた勝ったのゲーム。見たきた勝ったが面白いゲームであって、負けるのは楽しいゲームではありません。というわけで、ブラッドワーデルが目指している 4X ゲームの面白さっていうのと、普通に 4X ゲーマーっていうか多分ビデオゲーマー全員が、欲しいと思ってるゲーム体験。というのが大きくかけ離れているものになっています。そこさえ理解できれば、このゲームは正しく評価できる。だけど、この子を正しく理解できるっていうのが、今フォーラムでずっとブラッドワーデルに対して文句言ってる方々を含めてもほとんどいないっていうのが、現状。まあ、唯一スタードックシニアチャンネルぐらいでしょうかね。で、なんで、イデオロギーのシステムがダメかっていう部分に関して説明をしていきましょう。これが直さない限り、ギャラクティックシミュレーションするに未来はありません。あ、そうそう。サーラン、いろいろ強化されました。よかったです。サーランのね、種族アビリティがね、なんか最初に、開幕に、研究ポイント200ポイント手に入った状態からスタートするっていう微妙な内容だったんだけど、今のサーランは、もともとサーランっていうのが、その宇宙が滅びる時代からタイムトラベルで原因を正すために、この宇宙に、ギャラクティックシビライゼーション宇宙にやってきたっていう種族なんで、いった未来からのタイムトラベラーになってるんですね。なので、もともと研究ポイント200ポイント得るところからスタートするっていう形だったんだけど、それが微妙だったんで、今回は開幕に、大型戦隊と、ステーラーホールディングっていうその移動、むちゃくちゃ安いコストで、移動力追加できるっていうエンジン、そして最初から、ギャラクティックフェデレーション、銀河連邦をアンロックしています。あ、スターフェデレーションか。惑星連邦を、アンロックしているものになっています。なので、結果としては、開幕から研究ポイント200ポイント得るというのとは、また違った強さがあるというのが今回のサーラになっているので、割とこれで中堅上位ぐらいまで多分、性能として上がったと思う、サーランは。今はサーランやっててすごい楽しい。前みたいにクソみたいなテックスリーもないしね。コンストラクション。惑星ももともと、ちっこい、隣にすぐ住めるちっこい惑星っていうのがなくて、もともとの母星が、プラネットクラス16もあるので、他の国家よりも、専門化しやすいですかね、惑星が。そこはすごい助かるなと思う。AI のルーチンも若干変わりました。AI の研究方針も大きく変わったんよ。惑星の数、そして宇宙のサイズを、に合わせて、研究どれ伸ばすかっていうのを大きく変えた、形になってます。ね、その結果、全国家がなぜか、開幕から、コロニアルセトルメントからどんどん研究していて、テラフォーミングまで一気に研究するっていう、ロジックになってます。それどうなんて思うやけど、まあ、テラフォーミングまで研究してしまえば、パネルが、1個、2個、3個、アンロックできるって形になるから、もともと母性がすごく強化される、形になってるんだよね。特にテラフォーミングで、開けれる惑星パネルっていうのは結構幅が広いんで、これによって、大きく国家出力を上げた形になってます。まあ最初、ってか、マップサイズ中なり小で惑星数少なかったら結構その惑星バンバン取るっていうゲームじゃなくなるから母星のパネルを増やして出力を増やすっていうのは結構いい判断だと思う。確実に強くなるしね。なのでゲーム30ターンか40ターンぐらいすると大抵の人間がテラフォーミング持ってて、で俺のテラフォーミングやるからお前の持ってる技術全部よこせっていう風に交渉するのあります。それがちょっとめんどくさい。まあ面白い味付けだなと思うけんね。
あと最初からリーダーが1人追加されるようになりました。サーラに関してはスターフェデレーションアンロック視点でリーダーが2人つく形になってます。もちろん研究です。このゲーム研究ゲームですから。とにかくコロニースパムして、研究しまくるゲームっていう点に言って、点のゲームなんで、この辺で言うとアルファケンタウリナに近いんかもしれないな。フィーリングとしては。まあもちろん惑星にどんどん入植していけば、やれることはどんどん増えていくわけだし、研究どんどん伸ばしていったらやることがどんどん増えるってわけだから、これが、そうだな、シビライゼーション5以降からは結構研究がだるいっていうか、研究以外のやることが結構増えたんだけど、研究そのものは結構間延びしたなってイメージあるな。他にやることたくさんあるから、それで全然こと足りてるんだけど、このゲームはどっちかってガツガツ研究しまくるゲームなんで、昔のシビライゼーションに結構近いノリでプレイできる。おい、入植惑星ないぞ。アルタリアが直やかんな。うぅ、切れっそ。コロニーシップに詰める人口が、10億人からスタートになりました。もともと、5億人か。もともとは5億人乗せてスタートできるっていう内容だったんだけど、結局どうやっても、惑星の人口増加が1ターンにつき 0.1 ビリオン。なので、それだったらちっちゃい船で、ちっちゃい人数だけ持ってって入植しちゃって、あとはその惑星の自然人口の増加で増やしちゃいいじゃんっていう戦略が強かった。っていうか AI がそれに対応できなかったんで、今回は移民船に乗せれる人口が、1ビリ4人からスタートという形になってます。アルタリア近いから、もう、早速、サーランはテックボーナスっていうか、外交にマイナスボーナスついてるからな、先にちょっと外交伸ばしたかないと、いい条件で、外交ができない。ギャラクティックバザー。で、このギャラクティックバザーで、今度出る拡張、まあ、4月か5月か6月か7月か8月か9月になるかわかんないんですけど、ギャラクティックシベリション3、イントリーグの方では、このギャラクティックバザーで傭兵の船を変えるの他に、リソースを直接変えるとなりました。これ。1200円安い。買おう。住める惑星が見つからないんですけど、開幕ラッシュしてもええんけんな。あと配置が悪い。アルタリア滅ぼしてドレンギの仲良くするか、そないしたら用が潰せなくなる。で、ドレンギを潰したら今度アルタリアが真ん中取ってるから伸ばせなくなるし、その次にあんのが、イコニアか。イコニアもほっといたら死ぬしな。このマップ終わっとんな。とりあえず惑星に入植しないとゲームが始まらないんだけど。もうほんまいい加減せよ。もう爪とかあらへんやんけ。
ああ、ようやくあった。ドレンギに取られても腹立つしな。あ、進めるとこない。切れっそ。もう積んどんやんけ、このゲーム。アルタリアと遭遇しました。で、アルタリアの研究見てみましょう。この間形でちゃんとがっつりと研究伸ばしてくれるようになりました。まあ、アルタリアがもともと研究強いっていうのがあるんですけど、こちら多分このターンで、コンピューターコアが作れたところかな。それと比べたら随分早く、研究が伸びてるっていうような形になってます。この減ってるところがおそらくこの辺りで、コロニーを一隻出したというふうに 見て取れますね。は、ユアスケルインデプロマシーって形で低い。あと一旦立ちは改善するんだろう。マジ住める惑星見つかんないんですけど、インターステラトラベルでリーチ伸ばすしかないか。ほんで住める惑星ないからもう工作船で宇宙基地バンバン建てまくるしかないか。よっしゃ、入植しました。こっから、そのなんで、ギャラクティックシビライゼーション3のイデオロギーがクソなのか、なぜジョン・シャーファーが作ったイデオロギーシステムがクソなのかって部分に関してお話をします。イデオロギーポイントを得て、イデオロギーの、アビリティをアンロックするってものになってるんですけど、イデオロギーのイデオロギーポイントを得るというイベントが、主に惑星入植の時点で発生します。それか、十数ターンぐらいに一回ぐらいの割合で発生するメガイベントの選択肢によって発生するんですが、この、どちらかというと序盤に関しては惑星入植した時に、イデオロギーの、選択が発生します。このイデオロギーに関してはギャラクティックシビライゼーション2から、搭載されているものでして、まあ簡単に言うと、良い子悪い子普通の子、惑星の住民なり、元々残ってる遺跡なりに関して何をするか、どういう風に、付き合うかっていうのを選択するっていうものになってます。まあこれそのものは結構読み応えがある面白い話になってるんですけど、問題はこの良い子悪い子普通の子っていう形でここでイデオロギーポイントを決めるわけなんだけど、ここにまず良い子悪い子普通の子のアイコンがないっていう時点で切れそうなんだけど、まあそこで切れそうだし、なぜここのベネポレープとなりプラグマティックなりマレボレントの色を変えてないのかっていう部分に関しても切れそうなんだけど、いちいち切れるポイントが多いんだよ、このゲーム。ぶっちゃけ開幕は、この、良い子悪い子普通の子の普通の子一択です。で、なんでこれが一択かっていうと、これで得られる、選択肢で得られる惑星ボーナス動向を抜きにして、このイデオロギーポイントでよってアンロックした、良い子悪い子、普通の子の普通の子のこのビルダーっていうアビリティが、これをするだけでコンストラクターシップ工作船が3隻手に入る。これが死ぬほど強いからです。で、なんでこれが死ぬほど強いかっていうと、もう作成するのに数ターンほどかかる、工作艦がただで3つ手に入って、さらに工作艦を1隻つくのにこのアドミニストレーターっていう管理ポイントを消費するんですが、その管理ポイントを消費せずに3隻手に入るからです。なので、この、
他にいろいろ選択肢があるように見えるんだけど、これが一番お得。なぜかっていうと、これでハンマー、数百ハンマー手に入る上に、アドミニストレーターポイントが3ポイント手に入るからです。これより強いイデオロギーはありません。となると、必然的に、こいつを取るために、惑星入植した時、イベントなりどうこう読まずに、良い子悪い子、普通の子、普通の子を選択するのが一択になってる。これがダメ。シドマイヤーは 4X ゲームは価値ある選択の連続だっていうふうに言ってたんだけど、このイデオロギーシステムに関しては価値ある選択っていう、これが価値ある選択の、価値ある選択っていうか、これ選択肢ないんよね、ぶっちゃけ。これが強すぎるから。じゃ、これ作ったらええやんっていう。これが全銀河の全イデオロギーで一番強いんだったら、これ取るしかないやんっていう。じゃ、これ取るためにどうすればいいかっていうと、開幕、シップヤードを金で買って、そして、移民船を金で買って、そして近くにある惑星に真っ先住んで、そして敵捨てまずに良い子悪い子普通の子、この普通の子を選ぶ。これが一番強い。ここに選択肢はありません。これがダメ。せっかくこんだけ選択肢用意してるのに、選択肢がないってことは、言ったらこれブービートラップなら、ニュービートラップ。言ったら初心者をはめるためのトラップになっちゃってんだよね。数ある選択が。じゃあこのビルダーってやつなくしたらええんちゃうんって話になるかもしれんけど、これがまた難しい問題で、これを弱くしたら確かにバランスで対応したって話になるけど、今言ってる話はバランスの話じゃなくて、最初にシップヤードを金で購入して、そして入植船を金で購入して、で最初にいる探査艇を使って惑星を探した後、その惑星に住んで、惑星に船を持ってって、で持ってった惑星に入植したときに、良い子悪い子普通の子のイデオロギーからストーリー何も読まずに、普通の子を選ぶっていう工程、これはバランスどうこう関係ないからね。これが弱くなったとしたら、じゃあ次何選ぶかって言ったら、ベネボレートのこれですね、研究ポイントが150ポイントただで手に入る。それじゃなかったらコロニー船が遺跡手に入るし、このアウトリーチに関してはレベル2で、近くに、クラス10の惑星が1個ただで1個見つかるっていうのがある。じゃあこれ選んだらええやんっていう。なのでこのイデオロギーシステムっていうのが、惑星入植して得たイデオロギーポイントを使ってイデオロギーのアンロックするっていうこの設計がダメなんよ。ここに選択肢がないから。で、ステラリスやったことがある人だったらわかると思うけど、ステラリスユートピアではイデオロギーポイントっていうのは、イデオロギーの施設を建てて、それによってイデオロギーポイント、無色のイデオロギーポイントを貯めて、その無色のイデオロギーポイントを使って、様々なイデオロギーの、イデオロギーツリーを伸ばしていくっていう、どちらかっていうと、シビライゼーション5の、イデオロギーよりもより柔軟な、言ったら、テックツリーと同じようなノリで、ビーカーポイントを消費して、テクノロジーをアンロックするテックツリーと同じようなノリで、イデオロギーポイントを消費して、イデオロギーツリーをアンロックする。いったシビライゼーション6の、文化研究と、技術研究のノリに近いものになってる。名前がイデオロギーって名前についがついてるけど、ぶっちゃけて言うとシビライゼーション6の、システムに近いものになっちゃってるんですね。に対して、こちらの場合は、ジョン・シャーファー、シビライゼーション5という、その、悪名高いイデオロギーシステムを作ったジョン・シャーファーが作ったイデオロギーシステムなんで、当然のごとく、シビライゼーション5のダメな部分をそのまま引き継いでるし、シビライゼーション5よりつまんねえじゃねえか、これっていう。本来だったこの惑星入植するシーンの時に、いろいろと選択肢があって、その選択肢の中で、今自分が採用しているイデオロギーと違うイデオロギーを選んだ時の、メリットっていうものを加味しながら、どのイデオロギーを選択するか、どの選択をするかっていう部分が楽しかったゲームにかかわらず、その楽しかった部分がなくなっちゃってるのよ、このシステム。なんなの、本当に。マジ作ったやつ出てきて、本当。この日本の兵庫県の姫路市まで来てほしい。そしてドトルコーヒー飲みながら語り合おう。俺、タバコプカプカ吹かしながら吸うけどさ。もちろん向こう翻訳つけてくれ。もうほんま切れそう。何の話だったっけ。そのね、拡張第3弾でこのイデオロギー
が、これがなくなってくれたらよかったんだけど、今のところなくなってないのよね、これが。一応、今のこのイデオロギーシステム残したまま良くする方法っていうのは、自分なりには一応考えている。それは、ステラリスと同じ形になっちゃうんだけど、イデオロギーポイントっていう無色のポイントを貯めていくもので、無色のポイントを貯めることによってイデオロギーをアンロックしていく。そしてアンロックしていくことによって、国家の良い子悪い子普通の子っていうのイデオロギーが決まっていく。ただ、イデオロギーポイントによって、アンロックしたアビリティによって国家のイデオロギーが決まっていく。そして国家のイデオロギーが決まることによって、惑星入植した時の惑星入植イベントで、自分が今持ってる、今自分が伸ばしてるイデオロギー、言ったらイデオロギーポイントによってアビリティをアンロックして得た、この国家の方針と違うイデオロギーを選ぶときにお金を払わなくちゃいけないっていう方針にした。そうしたら、お金がないときは自分のイデオロギーにそのまま従わなくちゃいけない。イデオロギーの奴隷にならなくちゃいけないっていう部分があるんだけど、お金があれば、このイデオロギーの奴隷にならずとも済むという形で、このイデオロギーのアンロックと、惑星入植イベント、どちらも活かすという形で考えます。自分だったらそうする。なんやろ、アメリカ人ゲーム作る下手なんかな、ほんまに。なんか電話ミニコゲーマーがアメリカではっていう形で電話の紙記事書いたらしいだけど、僕が見てる分にアメリカ人そんなにゲーム作る上手いとは見えないんだよな。まあブラッドワーデルがゲーム作る下手すぎるってあるかもしれへんけど、まあそんな感じという部分のイデオロギーシステム、これがなくなったらなーって思うんだけど、で、このイデオロギーシステムがどちらかというとゲームそのものを全部ぶっ壊してるっていうのになってる。まあ、わかりやすく言えば、そうだな。出来合いのデータを見てお話しすることにしましょう。はい、ドン。ドレンギーエンパイア、ギャラクティックシビリゼーション3の顔役であります、ドレンギーの戦略っていうのが実はね、普通の国家が使った方が強いっていう状況になってます。まあ、ドレンギーは一応その戦闘ボーナスがついてる戦闘国家なんだけど、戦闘ボーナスついてる代わりに内政がすごい弱いんよ。だけど、じゃあ他の国家、そのドレンギーの強さっていうのを活かすために取らなくちゃいけない戦略っていうのが実は他の国家でも同じようにできちゃうのよね。じゃあ他の国家普通に内政強いんだったら、じゃあ内政強いままで戦闘戦略を取れるっていう作りになっちゃってるっていうのが、ほんと作ったやつは出てこいっていう。それが、先ほどお話ししたイデオロギーになってます。一番開幕取るのはこの、良い子悪い子普通の子の普通の子で工作船が3つ手に入るってやつなんだけど、その後全部、悪一択。で、悪イデオロギーの、アグリッション、積極的の、レベル1で、中型艦が1隻手に入ります。この、2つ目の、イデオロギー、アビリティがアンロックできる時点で、中型艦を出すってのはまず無理です。これ、そこに中型艦出すんだったらいろんなものを犠牲にしなくちゃいけないんだけど、悪イデオロギー、惑星3つ入植しただけで、普通に戦闘能力のある、中型艦が1隻もらえます。で、そのまま、どんどん、入植ラッシュを繰り広げていって、そして惑星6つか7つぐらい取れば、このアグレッションレベル3の、サーティングをアンロックできる。このサーティング何するかっていうと、惑星侵略艦がただに3隻手に入ります。これがまたね、こっからまた、さらにまた話が長くなるんやけど、元々のバージョンでは惑星侵略っていうのが中盤のテクノロジーになったんよね。序盤でいきなり取れるっていう戦略、テクノロジーじゃなかったんよ。で、これまでこの惑星侵略となくちゃ、惑星侵略を取って惑星侵略艦出すって形だったんだけど、コロニースパムしてたら勝手に惑星侵略のテクノロジーをアンロックしなくても惑星侵略艦が手に入るわけでね、わけないよ。
じゃあ内政ガチガチに進めといて戦闘系全部アビリティ取ったらええやんっていう風な国が誕生してしまいました。マジ作ったやつ出てこい。考えたやつ出てこい、本当に。で、こっからさらに問題なんだけど、問題点が多すぎる、このゲーム。ギャラクティックシミュレーション3のベースゲームでは、惑星侵略1回すると侵略艦はなくなってしまいました。言ったらそう、使い捨てだったんだけど、今の、ギャラクティックシミュレーション3クルセイドでは侵略艦が何回も使い回せます。じゃあ、惑星侵略っていう研究する必要なくて、ぶっちゃけこのアグリッションのレベル3の、で、これで侵略艦3隻手に入って、あとはこの侵略艦3隻を、運用すれば、一刻簡単に落とせますし、このまま、この3隻をずっと使って、惑星侵略を繰り広げていくだけでゲームに勝てるってものになってます。なんでかっていうと、内政強い国家がやったら、それは内政強いんだから普通に戦闘艦バンバン出せるわなって話でさ。で、技術もどんどん研究できるわけだから強い武器も作れるしさ、っていう。おい何してんの。全国家がこれできるんだったら文句なかったんだけど、結局、このゲームはその悪イデオロギーを採用するって AI が、ドレンギとヨード、スナチの3、アーシアもそうだったかな。まあ、その3つしかないもんだから、AI がこの戦略取らないもんだから、一方的に国落としちゃうんだよね。ここに昔、確か、イコニアの国があったんだけど、イコニアの国をもう全部、取っちゃいました。ほら、これニューイコニアっていうイコニアの母性があったんだけどね、この、ここ取っちゃいましたよ、本当に。それはこの、どれだ。この、惑星侵略艦が一回使って消滅するっていう、使い捨て、掛け捨てだったベースゲームの、データをそのまま、拡張のクルセイドに持ってったもんだから、クルセイドの惑星侵略艦何回も使い回せるっていうメリットが、露骨にこのイデオロギーシステムを強くしてしまいました。じゃあ、その、拡張を当てた時に、イデオロギーシステム見直しさえしとけば、こんなこと起きひんかったのに、ブラッド・ワーデルが言ったこの部分で、バランスイングなりですね、ゲーム設計なりを、の、リファインをサボったために、ゲームがぶっ壊れた、形になってます。今私はゲームのぶっ壊し方を話しているように見えるんですけど、別にぶっ壊れてるんじゃなくて、ゲームのぶっ壊し方を話しているんじゃなくて、もともと壊れてるゲームを紹介してるだけだからね、これ。で、そうこうしてるうちに、悪イデオロギーがまた溜まっていって、アグリッションのレベル5、最終段階までアンロックすると、すべての惑星に一隻ずつ大型艦が手に入ります。じゃあ、その、内政ガチガチにやりまくって、で、コロニースパムしまくった国が、さらに他の国まで取った状態で、大型艦を一隻もらえるっていう、アビリティをアンロックしたらどうなるかっていうと、これですね、大型艦。これがタダで手に入るんよ。全惑星一隻ですね。じゃあ、どうなるかっていうと、これあれや、まだ次のターンならだか、次のターンならだ表示されへんか。デッキ用データ2。この、これが、大型艦を、惑星につき1個ずつ出すっていうイデオロギーアビリティを実行した時のグラフです。特に戦闘系がっつり研究しなくても、内政系がっつり研究しといて、そしてコロニー、悪イデオロギーのアビリティで、軍事力手に入れて、で、そのまま惑星侵略してしまえば、この時点で、内政系を研究してるはずなのに、軍事力が1位に躍り出ます。もうどうしようもねえっていう。
それはまあゲーム中盤以降にようやく一石出せるかどうかっていうこの大型艦が惑星につき一個ずつ出たらそれはまあどうしようもないわなって話でさ、まあこのような形でゲームがぶっ壊れたわけですよ。まあ最悪これさえなければいいんだけど、まあなくすんが嫌やっていうんやったらその、もうちょっと違うやり方あったんちゃうかなっていう。例えばまあその、ランダムイベントなり惑星侵略や惑星入植に頼るんじゃなくて、自発的にポイントを取れるようにして、そして取ったポイントによってイベントの選択肢を変える。イベントによって、取れるテック、イデオロギーポイント、アビリティが変わるっていうんだったら、イベントを選択するって意味がなくなっちゃうからね。イデオロギーアビリティのアンロックに関しては、これはゲーム戦略に関わってくるものであって、ランダムイベントなりに影響されるものではない。し、ここ、どちらかというと、そう、ランダムイベントが主というゲームじゃないはずだからね。戦略がランダムに左右されるっていう部分もは相当あれなんだけど、この、いざやってきたランダムイベントが、戦略にガッツリと組み込まれてるから選択肢がないっていう時点がダメっていう話。なので、こちらを任意のイデオロギーポイントによってアンロックすることによって、ランダムイベントを、採用したイデオロギーによって変化した方が面白くなるっていうふうに自分は考えてます。2年前からね。まあな。まあ、こういう形で銀河がぶっ壊れたわけですよ。ほんとジョン・シャーファーなんていうもん残してくれたんだよっていう。ジョン・シャーファーイデオロギー好きすぎだやろ。で、まあ、それ以外にも一応ゲームぶっ壊す方法はいくつかあります。今さっきのその、内政がっつりやりまくってコロニースパムして、そして、イデオロギーアビリティで、軍事力を高めていってっていうか、まあ、惑星侵略研究しなくても惑星侵略できるってバカみたいな状況になってるっていうのは一番強いんだけど、その次に強いのが多分これかなと。これは、先ほどみたいなアグレッシブな戦略ではなく、比較的、銀河のみんなと仲良くしながら、国力を増やしていくっていうパターンですね。はい、文化に強いアルタリアです。今回は一応宇宙ステーションの話もこれも長くなるんだよな。宇宙ステーションなんで4種類も必要なのっていう。1種類にして全部にパーツつけてどんどんアップデートしてすればいいのに、なんで4つに分けてんのっていう部分もあるんだけど、まあいいや。宇宙ステーション。この辺の銀河の端っこの方に誰か、別の国家が入植したのを見計らって、その横に文化基地立てて、で文化をガンガン伸ばしまくって、そして取っちゃうって話ね。入植したばかりの惑星はそれほど、文化が出てないので、あっという間に文化が出せる、文化基地を置いて、この惑星は宇宙開闢から我々の星2だっていう形でですね、アピールすることによって惑星を取るっていう戦略です。敵の母星に対しては文化侵略。敵の育った惑星に関して文化侵略難しいんだけど、銀河の端っこの方にある惑星なり、入植したばっかりの惑星っていうのが文化侵略すごいしやすいんで、それで無理やり惑星を取ってしまうっていう方法です。これは戦争こそしないものの文化による侵略を行ってるって形ですね。一応、今のところまあ、文化推し決まっちゃったら10ターンぐらいで、陥落するって形かな。まあ個人的にはそれ一旦にしてほしいんだけどね。だって10ターンも文化推ししてたらすごく仲悪くなっちゃうからさ。ででってでその文化推しを、強力にアピールするのが良い子悪い子普通の子のアビリティの普通良い子アビリティ良い子アビリティのプロミネンスのレベル3じゃなくてレベル2か、じゃあレベル3やな。これが自分の文化圏にある他の国の惑星と宇宙ステーションをすべて手に入れるっていうアビリティです。
で、文化、イデオロギーポイント貯めた状態で、こいつを実行せずに、そのまま、文化を使用スタートして、で、とりあえず目標となる惑星が全部文化の中に入ったのを見計らってから、イデオロギーのレベル3をアンロックすれば、それで一気に惑星が撃ち落とせるって形ですね。この惑星も、アースレジスタンスの惑星だっただけ手に入れましたし、この辺に確か少数国家の惑星があったと思うんだけど、少数国家は文化線出せないから、もう隣に文化基地置いて、ね、文化、さっさと、うちの文化圏に入れちゃって、そして、イデオロギーの、全員イデオロギーのレベル3で、取っちゃったって形ですね。この辺の惑星ももともと、スランが取ってたんだけど、文化基地立てて取っちゃいましたし、ここはイコニアが惑星入植してたんだけど、自分が、文化基地立てて、そして、さっきのアビリティで取っちゃいました。この辺も確か少数国家の確か国だったかな。これも死ぬほど強い。これも言ってしまったら結局は、この戦略を取るって決めてる限りには、全イデオロギーをみっちりと、貯蓄しておかなくちゃいけないわけなんで、そうなると、入植、惑星入植で、コロニースパムして、惑星入植しまくって、そしてイデオロギーポイント貯めておくっていうのが正当法になっちゃう。そして、ランダムイベント発生しても、コロニー入植イベントが発生しても、全部、良い子、悪い子、普通の子に、普通の子を選ぶっていうような選択しかないっていう形になっちゃってる。っていうのが大きな問題だ。僕はこれは本当にプレイフィールを破壊する問題だと思うし、早く改善してほしいんだけど、ただ、これがそういうゲームだから、これっていうふうに言われたら、もう、文句言えないからね。で、去年あたりにブラッド・アーデルが、次は、政策、政治体制と議会なりに力入れるよっていうふうに言っててくれたときに、もしかしたらこのイデオロギーっていうシステムが、なくなるまたは大幅に改定されるかなっていうふうに思ったんだけど、まあ、スクリーンショット見た限り、ボタンが同じようについてたんで、あ、これあかんなって思ったところです。AI すげえ強いし、面白いには面白い。やってて面白いには面白いゲームなんだけど、もう先ほど言ったこの、イデオロギーが強すぎて、ゲーム中のフレーバーが全てイデオロギーシステムによって、選択肢がなくなっちゃって、なくなっちゃってる。興味深いフレーバーを読んだ上に価値のある選択を行うっていうはずの、イベントが全てこのイデオロギーシステムによって破壊されてるって部分がダメっていう形ですっていうのを多分2年前からずっと言ってると思うんだけどな。まあいいや。ただまあ AI そのものはすごく強くなりましたし、一応バージョン 2.8 正式リリースした時にはまた大幅に、なんかあともうちょっといじるって言ってた。うん。多分そのシップデザインの方も多分変更するって言った。今だったらそのシップデザインっていうのがテンプレートから作ってるんだけど、そのテンプレートじゃなくて宇宙の設定だり、軍事的な状況に合わせて、AI が自分で船をデザインするようにするっていうふうに言ってたんで、多分それが 2.8 には間に合わないにしても、次の拡張が出るバージョン 3.0 には間に合うと思いますので、そういった点では AI と、イチャイチャする分にはすごく楽しいゲームに仕上がってますので、興味がございましたら、ま、ステラリスと、エンドレススペース2やった後に、うん、なんか毎回やってても同じプレイフィールだしなーっていうのが あるようだったら、このゲームにも、興味を持っていただければ嬉しく思うとございます。というわけで本日は、ギャラクティックシミュレーション3バージョン 2.8 オプトインベータの、プレビューを、紹介させていただきました。お楽しみいただきありがとうございます。まあ、悪いゲームじゃない。今日はとりあえず、これからやるしやるっていう人に向けて、まあ、イデオロギーシステムを使ったとりあえずの、ノーマル難度。多分この方法やったらギフテッド。もう一個上の難易度だったら普通に勝てると思うんで、まあ、これで勝ち方を覚えて、プレイしていただければいいかなと思ってます。まあ、そうでなくても、結構遊び方の幅があるゲームだと思ってるので、プレイフィールも
あのリプレイアビリティも高いと思ってる。ただまあ日本語がないっていうのは欠点ですね、やっぱり。今のところ有志5チャンネルの有志勢が日本語化しようという形で頑張ってるんですけど、公式がまずやっぱそのテキストファイル書き換えただけ日本語化できるようにしてくれないとっていう部分がちょっとあるな。ステラリスもエンドレススペースも、ゲーム中のフォルダ開いてテキストファイル書き換えるだけで日本語化できるから、その辺は結構ファンサポート、コミュニティの翻訳力というのを活かせるゲーム設計になってるんだけど、このゲームはそれができないので、できないし、もともと公式メーカーが用意している翻訳ファイルでもあのドイツ人なりロシア人があの翻訳の質が荒いって形で文句言ってるっていうところで、あのせっかくファン抱えてるのにそのファンの力を生かしきれてないっていう部分がダメ、古い設計が本当も、だからあのこういうのを見てるからこそ、やっぱりそのなんかアメリカのゲームで全部すごいんだぜみたいな形のなんかあのメディアのコラムとか読んでると、はぁってなる、もう死ねよってなる本当に。もう底辺見せたろかっていう。まあな、うん、まあ、とりあえずギャラクティックシミュレーション3クルセイドじゃなくて、次に出るイントリーグが、プレビューなり、多分ベータはないかな。うん。フルセイドベータなかったから。なんでベータが出ないかっていう分に関しても、その、スチームがダウンロードコンテンツのベータをやらないっていう風に言ってるから、ベータがプレイできなくて、その結果、ギャラクティックシミュレーション3クルセイド出た時に、ローンチの時点の出来が本当にひどかったんよ。で、ブラッドワーデルが、いやもうスチームはダウンロードコンテンツのベータ やらせてくれないからって言ってるんだけど、じゃあ全体的な方針変えたらええんちゃうんっていうのはあるんやけんね。ステラリスなり、ギャラクティックシミュレーション、エンドレススペース2みたいな形で、ゲームのバージョンアップは無償で行って、そしてダウンロードコンテンツで、新しいゲームシステムを追加するっていうふうにすればよかったんだけど、クルセイドに関しては、オールニューで全部変更しちゃったもんだから、それをダウンロードコンテンツで販売するっていう形を取ったので、クルセイドのゲーム設計だ、ゲームの品質っていうのは結局、ベータでチェックされてない状態でリリースしちゃったっていうのが惜しいなって。まあ、そこに、ま、ちょっと不満点があるかな。なので多分、しばらくは多分、発売しても、次の拡張が発売してもしばらくは多分話をしないと思う。で、出来が良くなってから話するっていう形かな。うん。まあけど、散々どうこう言ってるけど、悪いゲームじゃないと思うんで、興味ございましたらセールの時にでもですね、お買い上げいただければ嬉しく思うとございます。それでは本日はこの辺で、ラジオの配信を終了させていただきましょう。